金曜の試合に勝利し迎えたおとといの第2戦。先発は庄司投手が予定されていましたが、発熱のため登板を回避。急遽マウンドに上がったのはドラフト5位ルーキーの松田投手でした。その立ち上がり、一塁三塁のピンチを招くと、ソト選手に犠牲フライを打たれ1点を失います。それでもその後はカットボールを軸に粘りのピッチング。2回以降は持ち味を生かせたという松田投手。緊急登板の中4回を投げ1失点と上々の投球を見せました。初めはやっぱ緊張感も、ね、もちろんあったと思うんですけど、やっぱり、期待通りのピッチングしてくれました。はい。そして昨日の第3戦、先発の藤井投手が試合を作れません。1回に3本のタイムリーを浴びるなど5失点、4回までに6点を失い降板します。5回からマウンドに上がったのは、この日1軍に昇格したばかりの3年目松井友孝投手。190センチの長身から繰り出される150キロ台のストレート、ロッテ打線に的を絞らせません。松井投手は4回を投げ無失点と好投、次につながる投球となりました。